支離滅裂な主張を展開されてます。そして堂々巡りの質疑になっています。支離滅裂な質問いうのを分かるように説明してくださいよ。私は支離滅裂な質問した覚えはない。まず認定、子ども園基本構想を作るということは、江野の田んぼアートの跡地に行くということが前提になっとると思うんですよね。でそこに行く言った時に行き先にですね、私立の保育園があるとこういう状況なんですね。でそこのとこに公立の保育園を建った時にですね、その民業圧迫いうことがまあ考えられるんで、その辺は、行き先のとこの保育園の園長先生と経営者ですね、経営者とやった時の対応、市の対応、そこらが煮詰まって初めてできる可能性が出るんじゃないかというふうに思うんです。ただ言って意見交換したんですというんじゃどうにもならん思うんですが、その辺の民間経営をされとる保育園に対する市の考え方というのはどういうふうに思われているんでしょうか。はい、保育所規模適正化計画においては、吉田の、2つの保育園と、それから、1つの幼稚園を、1つの子ども園にするという形で、構想をしております。その中で、民間の、保育園、江野と入江につきましては、その、統合の計画には入っておりません。吉田で統合する際に、吉田の地区で、適正な場所を探しておったんですけれども、そこにないということで、あちらの、田んぼアートの跡地というところに、決定しております。ただ民間事業者さんと話をする中でですね、基本構想を踏まえて話をする中で、民間業者さんの意向はこれから聞き取ってまいりたいと考えております。以上です。基本構想を立てねや、その江野へ行くことの話ができるのでしょうか。民業圧迫いうことは頭にはないんでしょうか。今回の件、繰り返しの説明にはなりますけれども、吉田の、園を統合するのに吉田の地域内で、良いところがないかというのを探したけれどもないの で少し範囲を広げて検討した結果、江野の今の田んぼアート公園の跡地が最適だというふうに、結論付けました。でその上で、そこにどのような、そこにの近くに江野保育園があるというのはそれは当然分かっていることなのですけれども、そこしかない、でそこでどのような園になるかというところをお示しするにも、なかなか先ほど、井上部長が、言いましたように、どういう縁ができるかというのが分からなければ具体の検討ができないというふうなお答えもありました。やはりその民業圧迫というふうなところをご指摘されるんですけれども、吉田の区域の中で、江野も含めてですね、どのような縁、その中で最適な場所をまず選んで、でそこで絵が出てこないとやはり説明というのは難しいというふうに考えております。移設する、そこの開園する絵ができにはですね、その周辺にある保育園の同業の民間企業の民間の業者にですね話ができんようなわからんですよね。市が私立保育園の近くに公立の保育施設を建てることが現実になる話でしょ。そしたら私の保育園の事業主は園児の取り合い子になることはもう必然的になりますよね。どんな立派な、公立の園舎を建って中身が立派になったところでですね、そこにある私立の保育園は
もう園児が来なくなって、経営が、できんようになる、こういうことも想像できますよね。でさらに私保育園が頑張ってですね、保育内容を充実して市が建った公立保育園へ行くより今ある江戸の保育園の方に魅力があって来てもらう、こういうことも起きると思うんです。だからどちらかというと公立保育園を建った場合には民家が赤くなるのは必然的に見えると思うんですよ。そうした時にそれらの解消ができんのに市が計画を立ってこんだけ立派な絵になるんじゃけ生かしてくれということで進めること自体が強引すぎるというふうに思うんですが、民業圧迫の観点について絵を描かねや想像ができんのかいところを教えてください。はい。で、民業圧迫なのかどうなのかというところは、まあ、4月の6日に、実際江野保育園の方に話をしに行ったということをお伝え、先ほどご説明しました。でそこでは、どのようなものができるかどうかということが分からなければ判断ができないというふうなお返事ということも今申し上げました。ですのでまずは江野保育園の方の、不安を不安に対して回答するためにもどのような園になるかということを早くお示しをする必要があると思っています。もう一点、絵を描かねばからん言われてるんですが、今の吉田にある保育園はですね、江野に行くいう話はもうはっきりするんですね、この計画は。じゃあ今江野保育園の受益者ですね、関係者、あれやら吉田町の地域の住民の人、保育園がなくなるいうことになるわけでしょ。その辺の理解を求めることは今の時点でできんでしょうか。繰り返しの説明になりますが、やはりどのようなものがあそこにできるかということをお示しをするのが先かと思っております。で現状の予定でいきますと、まず、その、基本構想を作って、でその後に、地域の皆さん、それから保護者の皆様に対する説明を行っていくというふうな、そういう段取りで考えております。でその中で、いろいろ意見があるかと思いますが、でその中で、必要な取り入れるべきものは取り入れて、で具体の事業者を決めていくというふうなことになるかと思っております。私は反対するために一生懸命言うんじゃないですね。事業の進め方でもう考え方でどうなるかいうのは想像つく話なんです。これはね、吉田の保育園を今ある位置からなくして江野に行くいう話はもうはっきり分かる話ですよ。じゃあそれの実現が可能にするしたら、するためにはどうしたらいいかいうのは必然的に分かると思うんですよ。行った先の同業他社の民間の保育園の取り扱いについてしっかり煮詰めておかなきゃいけない。そして亡くなる吉田地域の住民と保護者の方へも理解を求めておかなきゃ、その辺が済んで初めて構想が前進むんじゃないかと思うんですね。その辺は今の説明を聞いたらですね、それは後回しよと、まず絵を描かなきゃいけない、こういうふうにするんですよって説明するために絵を描くんです、行くためじゃないですよということなら私も理解しますよ。あそこに転居するためにやるんじゃ、転居するためなんですけど、その理解を得るために絵を作るんだと。でその理解を求め行った時に反対に理解してもらえないということになれば、この構想は頓挫するんだと、それを覚悟でやるんですということなら理解しますよ。ただこれだけの大きな構想をですね進めるんなら、障害になるものを取り除いてある程度見通しを立ってやるべきじゃないかと思うんですが、今の話を聞かせてもらうと、作っといて説明、絵を作っといてですね、それからここの吉田町の関係、まあ受益者で関係住民
そして行く先の美濃の方の同業民間企業者への理解を求めていくんじゃと、場合によってはダメになることもありますと、こういうことでの取り組みなんか、その辺を教えてください。先ほど来、支離滅裂な主張を展開されてます。そして堂々巡りの質疑になっています。議事をしっかりと整理してください。いみじくもご自身で一番最初におっしゃった通りです。出向いて話を聞くだけじゃ議論にならんだろうと一番最初に一言目におっしゃいましたよ。だから基本構想がいるんだと3月からずっと説明しています。今の市長の答弁は全くわからないの。支離滅裂な、支離滅裂な質問いうのを分かるように説明してくださいよ。私支離滅裂な質問した覚えはない。当局の考え方を教えてください言ったんです。そこ支離滅裂を教えてください。はい、ですので委員長に整理を求めました。堂々巡りになっている質疑と応答、いつまで繰り返すんですか。執行はこれ以上の答えを持ち合わせていません。